オーラ、マリューイン光騎馬最後の戦いは、田中ロミオによる日本のライトノベル。差し絵イラスト担当はメバエ。レーベルは、小学館のガガガ文庫より観光。以前著者が PC エンジェルネオに連載していたコラムを小説として、開作したもの。2012年より漫画版の連載が開始されており、2013年4月13日より、劇場アニメが公開。 高校一年生になったばかりの佐藤一郎は、ある日忘れ物を取りに、夜の校舎に忍び込んだところ、青いローブを身にまとい、金属製の杖を持った美少女と出くわした。彼の望んでいた平穏な学生生活は彼女に振り回されることで、次第に遠ざかり、絶望の淵に落とされるが、評論家の宇野恒博は、小説トリッパーで連載していた、教室の中のリアリズムで本作に触れ、 ライトノベル読者の教室内序列での位置づけを示していること、そして複数の超越性が乱立し、消失し合う世界を描いた作品であることを指摘した。評論家の海老原豊は、理想自画と自我理想の近接にオタクの本質を乱す、斎藤玉木、大沢正樹の論考や、衝突、対立の回避が、市場命令となる。 現代の教室空間では親密県の構成員がもう一人の私になるという笠西清の論考を参照しつつ、前述のようにうのが本作に見出した複数の超越性の乱立は超越的な他者の弱まり、内在的な他者の強まりというように解釈し直すべきであると述べている。実際物語の中の水準で言えば、教室内の生徒たちにとって、 例えば特権性を持った存在である、クラス担任などが超越的な他者として機能しているという、週刊少年サンデーエース2012年4月号から、星の幸い一郎作画により漫画連載されていた。内容は原作を忠実に再現している。 2012年7月18日発売 ISBN978 から4から09から123849から82012年11月16日発売 ISBN978 から4から09から124090から32013年2月18日発売 ISBN978 から4から09から124250から 12013年4月10日発売 ISBN978 から409から124330から0ーガ,ガガ文コと、声優事務所の81プロデュースがタッグを組んだオーディオブックの第9弾として2019年12月20日より配信された。キャストは、この江修馬、赤根屋美海夏、中井美子と、小木野葉月、甘貝ゆりな、中島よしき、 植木新栄、内野高里。2013年4月13日より公開の人類は衰退しましたを手掛けたスタッフによる劇場作品。キャッチコピーは、二人なら潰されない、虚構や空想を絶望する、現実、虚構と体になった単語など。劇場公開連動企画として、全国12巻を4月13日から26日の14日間で、 訪れ12回見た教者は、もはやファンの一員ではなく、制作者の一人として認めたいという制作人の意向から、今後発売されるブルーレイ DVD の本編、エンディングロールのスペシャルサンクスに指名を表記される。その中で最も多くの回数を見た人は、スペシャル体験として、プロデューサーマクルマルによる強烈なハグキスをしてもらうことができる。 さらにツーショット写真を撮ることができるという企画を実施。最終的に5名の方が、ブルーレイ &DVD エンドロールに記載された。ありがとうございます。